どうもメリエです。前回江戸の城をやっていきました。そこでね、家さんとかとね、こう、まあ、忠勝さんとかを、まあ、洗脳されてしまってた忠勝さんとか、江戸のにいた、まあ、徳川の兵士たちを、まあ、助けながら、お勝さんともね戦って、ケリーをね追い詰めたと思ったんだけど、まあ、ケリーには逃げられてしまって、さあ次は伊豆小屋ということでね、石田三成さんが挙兵したということで、まあ、関ヶ原なのかな。早速行ってみましょう。慶長5年7月、石田三成挙兵。知らせを聞いた家康は江戸城下に兵を集結させる本多忠勝、服部半蔵といった家康配下の将来に率いられ、が合戦への規制を上げる侍たちの中に安仁の姿もあった。伏見の元忠は捨て石、助けは無用。上杉を抑えた後、決戦へと向かわん。家族を失おうと、死者より使いし配下を失おうと、わしは歩みを止めるわけにはいかぬ。人の一生は重荷を負うて遠き道を行くのもとし、太平の世の礎となるためいかなる犠牲もいとわぬ。Save that stubborn old man. Mitsunari 殿は全国に檄を飛ばし、家康様の留守をついて挙兵いたした。京に残る大名の妻子らには強引にも人質に取られた者もいるらしい。いよいよ決戦が迫ってまいった。元忠さんを、まあ、安仁は見捨てられるかっていう感じで救いに行くっていう感じでいきましょう。服部半蔵、ウィリアム、伏見に行くか。わしも駆けつけたいが、家康様の命により鳥居殿に助け出せることはできない。鳥居殿のこと頼む。撃てー！
使うとは。三河武士の意地を見せてくれるわ。山城の国伏見城、やばいよ。ちょっとあやかし、てかあの鬼なんだ。めちゃくちゃ怖い鬼いるけど、よし行きましょう。扉の反対から出ないと開かないようだ。こっちか。調べる。水、あ、こっち行けんじゃん。お、こだまちゃん。水、お、水浴びたね。これで炎の中が多分いけるようになったんじゃない。いいね、いいね。ちょっと無効化できる一定量。ウェイ。まあ、こっちも道あるんだけど、調べる。バレたぞ。お、いた。これどうやって行くんだ。とりあえず水浴びて。え、嘘、一瞬で死んだ。2番？あ、なんかバレた。ふっ、よし、角折れば、こっちのもんよ。 OK、 なんかしようとしてたね。こっちだって言ったやつはどこ行った。あいつか。ほいって、ほい、よし。どう行こうかな。こっちはなんもなさそうだね。水とりあえずかぶっておいて。あ、敵いるね。銃使ってくるやつがいる。ちょっと待って。いた、いや、強い。敵が強い。ふい。よし。オッケー。いいよ。移動。こっちな、こっち、いた。あ、宝箱がある。よし、開けよう。オープン。水浴びて。さっきこっち行ったんだよね。守護霊とりあえず回収しないといけないから。守護霊回収。なんかすげえ攻撃力高かったんだよ。ほい。オッケー。せつ引けかー。オッケー。開く。よし。なんか声がすごいする。こっちはもうないよね。要はこの中かこっち。こだまちゃんの反応があるな。じゃ水をかぶって。あった、いた。あ、やばいやついる。ほい。よし。あ、待って。あ、毒か。毒ならいいや。ほい。オッケー。毒消し。まあ、こんなもんか。よし、じゃあ中行こう。とりあえず水を浴びて調べる。うわ、
びっくりした。早い。ちょっと連続射撃きつい。オッケー。このカラスの文様はあれだよね。サイカ。サイカ種っぽいけど。おお、道あるね。とりあえず多分これ水で火を消せるはずだから、ほい、いいね。道を作って、でこっちは敵いて、こっちに行ける。いるね。あれ爆破できるかな。ちょっとなんかね、ああいうの撃つと、樽、あの火薬樽みたいなやつを撃つと、鉄砲とかで撃つと爆発するみたいな、ありそう。はい、あれ意味なかったな。ほい、調べる。これは、ほい、あ、壊れた、壊れたよ。え、これ壊れて意味ある感じないね。あー、ショートカット的な感じ。なるほどなるほど。鬼いるね。じゃあこっちから行こう。あ、なんかバレた。うわ、太田じゃなくて大筒。怖い。ほい、よし、ほい。いや、なんかいそうだけど、めっちゃ声する。あ、いるね、色次郎が。あれ壊せるかな。はい、あぶねえ。なんかまた壊せる壁があるんじゃないの。四季次郎さんがいる。四季次郎さん、はい、調べる。こだまちゃんいないね。とりあえず水かぶっておこう、もしものために。とりあえず上に上がって、兵士がいるね。おお、近くにいた。ほい、あ、やっべ。あ、いいね、二刀か。オッケー。なんか壊せそうな場所ありそうなんだけどな。爆破して。あー、めっちゃ燃えてる、お城。あれとか。ダメか。これは？ほい。いいね。あれは？ほい。あ、壊れたっぽいぞ、なんか。いいよいいよ。あ、こだまちゃん発見。ふっ。よし。あと、弾を回収していきたいから、こういう人たちのやつはちゃんとアイテム取っ。よし、勝負じゃ。鬼、勝負じゃ。はい。よし、募って、施設、ゲカー。よし。いいよ、オーケー。ふぅ、こだまちゃん、え、反応あるけど、いる？そこいて大丈夫？これ、ちょっと水、え、どこ、この、あ、裏、壁の裏。あ、塗り壁？お、塗り壁だ。塗り、あ、これヒントかな。あ、違うね、最下集によりって書いてあったね。じゃあ、お辞儀。あ、やっぱお辞儀だよ。よし、ここにいるんじゃない。いた。お帰りなさい。よし、いいね。なんか今のところいい感じに攻略できてる感じはする。敵を倒して、鬼いたんだ、分かんなかったわさっき。ちょっと怖い。とりあえず角をね、こう、走り方怖っ。うわー、投げてきた。いって、
角折り痛い。あ、火が怖い。あーやばい。あ、火が痛い。角折り痛い。あ、痛い。早く角折れないな。雪月花やべやべ。妖怪が、妖怪がだね。守護霊よし。あれ、どうやって返すんだっけ。ああ、これか。二丁拳銃怖。ちょっと回復しよう、ちゃんと。ちゃんと回復して。あ、こっちなんかいけるよ。ん、米田原、米田原。何もない。こっちは、あれ、なんか、いける。あ、ここさっき鬼がいたところか。ああ、こうやって行けたんだね、鬼のところに。なるほど。うわぁ、うわぁ、オッケー。調べる。ビビリの傭兵、ビビリの傭兵、戦おう。あ、ハンマー。ほい。はい。あ、あ、なに、ガードした。ふい、オッケー。とりあえず、壊れた気がする。うん、壊れてる、壊れてる。開く。ん？ここはなんだ？あ、すげえ、ハスが。綺麗だね。ん？登る。あ、繋がってたんだ。気づかなかった。はっ！これショートカットじゃない？最初の社の。そうだね。最初の社の扉だ。こっちは？あ、ここは。あれ？いや、コラボ変わるぞ。え？どうやっていくんだ？炎渡、いや、障害物あるから。チャレンジしてみるか。ほい。おい、いけたいけたいけた。ほいし。じゃあ、とりあえず、アイテム。あ、これも怪しいな。ほい。あ、壊れた壊れた。こっちも道があるね。ちょ、水をかぶりたいね。水、水ください。なんだ？お、築城。ほい。あ、水。オッケー。なんかモヤモヤしてる。水かぶって、こだまちゃんいる。ほい、こだまちゃん。あれ？あ、扉あるじゃん。扉。おーい、ここに来れたんだ。まあ、水かぶって。よし、じゃあ、行きましょう。あ、ワニュード。いやいやいや、ワニュード強いんだよね。この転がってくる攻撃が普通に強い。ほい。ほい。あ、やべ、死ぬ。あ、これ死ぬ。一回離れます。一回離れよう。回復。あー、くそ。炎。近づけないな。ほい。ほい。あ、いいよ。あ、いや、回り込めない。回復。あ、いいよ。雪月花。雪月花。一回離れて。ほい、オーケー。怖ー、ここ。よし、
次のエリアに来ました。社ある。とりあえず社でしょう。まず社拝む。ああよかった。体力上げよう。ちょっとね、敵の攻撃力がすごくて結構すぐやられ、お、ちょっと待ってね。奉納じゃなくて小玉の加護、これをちゃんと戦略ドロップ率アップをつけておかないと戦略がねなくなっちゃうんで。開く。なんだここ。お、なんか怪しげな。何もな。上行ってなんかあるかな。何も。お、敵にバレたよ。スキジロウ。ほい。硬いな。頭に当たんなかった。ほい。うわー、罠じゃん。痛い痛い。ちょっと一回落ち着いて。はい、オッケー。もう完全にトラップ、怖い。よし、倒して。お前もじゃい。ほい、ほい、おい。開く。ああ、なるほど。こっちに出れたんだ。ここは？お、アイテム。こっちは？何もなし。いた、あった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 。ああ、なんかすごいことなってるな。まあ、とりあえず、こっち行こうか。これ壊せんのかな？ほい。あ、なんか敵がいたみたい。うわっと。何しやがる。あ、痛いです。ふい、ほい。一回離れて。バカめ。撃たせるか、落ちて。お、なんか、いいよ。開く。お、道がある。あ、危ね、なんか落ちるかと思った、今。あ、こだまちゃんいますね。ちょっと待ってね。こっちの下は、あー、また違うところ。なるほど。上、何もないんだ。あー、木箱。あ、火縄銃がすごいあるね。まあ、じゃあ、こだまちゃんを拾って、こだまちゃんをちゃんと社に返して、わーう。結構、繊細な操作が。お帰りなさい。なかなかだね。とりあえずこれ壊すか。ほい。回復。あぶねえ。忘れてた、体力。ほい。よし。結果で終わりだ。 OK、 いいよ、調子いいよ。これなんだ。何言われた。ちょっと待って、児玉ちゃんがいるね。どっか、どこ、あんなところ。はい。あ、やべ、もったいないと思った。そっからじゃ二丁拳銃の精度じゃ当たるまい。 OK、おだまちゃんの反応が。え、あ、いた。上だ。とりあえずじゃあここら辺を水かぶって、とりあえずあそこの中継地点まで移動。鬼火を倒して水かぶって。ここ何なの、意味あんの、ここ。おー、車鍵。グレンの孫次郎、孫次郎。
孫次郎燃えそうなんですけど、痛い、ふぅ、やべ、孫次郎強い、回復、ああまんまとしてやられた。で、孫次郎と決着をつけよう。勝負接撃か。あ、孫次郎そこは良くないぞ。 OK、 よし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 、帰ってきたぞ。鬼復活して、ああいつか。はい、 OK。 あ、開くのここ。あ、蔵の鍵、なるほど。2個ある。イエーイ、小ガラス丸と抜き丸。やばい、あーつやつやつ、転がって炎を排除して、ほい、オッケー、追い打ち、そして手付けか。オッケー、いいよ。どうなってんだこれ、壊すないよね、多分なんかあのひびが入ってるところ。こいつ、危ない危ない、一回入る。ふい、いいよ、手付けか。スタミナがない、気力がない。ほい、範囲が広いな、後ろに回り込め。よしよしよし、登る。こっち道だね。なるほど、とりあえずここら辺を行こうか。わ、面白い、行けなかった、面白いね。こだまちゃんがいたから、ここからかな、降りて、落ちそうで怖いな。こだまちゃん、危ねえ。オッケー。宝箱、宝箱めっちゃあるな。よし。じゃあ、さっきのところに帰ろう。あー、つい。よし、こっちに行こうか。とりあえず、やっしろ。ここは？なんか誰かダメージ食らってる。なんか燃えてる。とりあえず水かぶって。ここは？開かない。こっちは？宝箱、誰が食らってんのだろう。あの上の人、なんで食らったんだろう、謎。下あるのか、下、下行ってみる。死なないでしょ。 OK、 こだまちゃんがいるね。あ、いたいたいた。よし、あと1体とかじゃない、こだまちゃん。なんか怪しい入り口があるね。うわっ、危ねえ、こいつ。さっきから。じゃあ離れて。火を消して。一撃離脱を心がけながら。もう落ちろ。なかなか落ちない。あ、ダメージ。やべ。うわ、回復、危ねえ、死ぬとこだった。 OK、 バイバイ。体力上げてなかったら死んでたかもな。あ、開けれるじゃん、開けられるじゃん。侵入、静かよ、開かない。こっちは
った。またマニュエドだ。やるか。ふい。うわぁ。畜生。ほい。うわぁ。これが強いんだよ。普通に体当たりが強い。体当たりが強い。よーし。で、これ。オッケー。火を払って回復。うわ、待って、松平近政、ちょ、この人も気になるけど、奥やばいわ。周りを先にどうにかしよう。あ、上に行ける道があるね。あ、児玉ちゃん反応がさっきのやばいところらへんからしてるんだけど、うわ、ちょっとやばい俺。ほい、ちょっと炎ダメージ抜こうかこいつ。ほい、くぅ、よし、いいよ。いや、お肉邪魔。ふぅ、トリッキーだ。動きがトリッキー。よしよし、いいよ。終わりだ。接続結果オッケー。ふぅ、うわ、びっくりした。はい、これ炎の武器で攻撃されたのって爆発しちゃうんだよな。あ、児玉ちゃんいた。これ終わりじゃない。オッケー、このミッションの子供は全て社へ導きました。じゃあ侵入しましょうか。もう子玉ちゃんはね、全部導ければ思い残すことはない。痛いですね。痛い。お前か。お、避けた。オッケー、回復しとこう。回復がないな。慎重に。何かいる。痛い痛い痛い。ほい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 。おいいよ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 。そして新しく手に入れたこの虎必修儀。ああ、やめて、やらせて。虎、あ、待って、そこ炎じゃん。痛くないです。回復。痛い痛い痛い。虎必修儀。あ、外れた。当たんない。動きが速すぎて。オッケー。調べる。我らここに指示を得たり、最後まで殿のためこの刃を振るおうぞ。あ、松平さん忘れてたな。そういえば地下にいた。うわ、鬼火。あー、これ壊せたな。まあ、いっか。開く。うわあ、なるほど。これでさっきのヤバいゾーンに落ちるみたいな仕掛けだったのか。あ、じゃあ松平さん戦える。よし、松平さん戦おう。これも何かの運命。あ、痛いですね。ほい、行くぞ。トラヒ主義ガードしてくる。いや、トラヒ主義。もう一回トラヒ主義。よし、追い打ち。オッケー。腕を切り落とされし恨み晴らしにでも来たか。松平さんセリフ好きだったね。こっちはもうないんだっけ。うおい、また落ちるのかい。またここかい。なんだ俺、注意してもよくわかんない。まあとりあえずこっちも気になるから、なんかどこも壊れそうで。いや、マジどこも壊れそうでよくわからないんだけど。はい。お、反対側、さっきの。あ、なんか開けられる。
開く。あ、ここ正面玄関、裏口から失礼しますよ。オッケー。まあでも児玉ちゃんね、もう取り切ったからあんまりなんかそこまで他のところにもうあんまり用はないんだね。ああ、こうやって回ってこれたのね。鬼いるよね、いるよね、鬼ね。うわ、バレた。おお、あいつやるな。ほい、うわ、角折れなかった。危ねえ。角もらいます。当たんねえな。ふっ、続けか。一旦離れて。ほい、オーケー。特になんか別に何もない。ほい、よし。じゃあ、あとは中だね。暑いな。水かぶって、こっち行ける。あ、ここさっきのところ。じゃあ、あぶねえ、そこも崩れるんかい。あ、行き止まり。そっか。じゃあもうあとはこっち行って、まあ、ここだね、とりあえず。ほい。鬼。いらっしゃい。おい、詰まった。追い打ち、すげえか。畳みかける。あ、スタミナがない。オーケー。ほい、こっちも。ほい、お、アイテム発見。調べる。これ何？女子供だけはここから逃がさねば。あー、地下、地下。こっちは壊れそうなんだけど、なんか道が続いてますね。じゃあ地下から行ってみようか。じゃあ、ほい。あ、いや、ちゃんと降りた方がいいな、これダメージ食らうな。すー、あー、なるほど。ここに入ってきたときに開かなかったところか。なるほど、なるほど。うわー、あ、温泉だ。入っとこう、入っとこう。ウィリアム、お湯に浸かります。ウィリアム、いつの間にかふんどしになってる。完全に日本に染まってきたな、ウィリアム。火の元に。よし、ボスっぽいね。こっちは？こういうの気になるんだよな。ほい。あ、さっきのところじゃん。まあ、行ってみましょう。開く。あ、ボスじゃない。いや、やめて、そういうの。ほい。そっちもよ。狙ってんの。わかってるんだから。オッケー。どうしやろうか。鬼、ふっ、手付けか。避けた後、ほい、あれ、あ、やべ、一撃、一撃、ほい。やば、死んでからなんか声上げたけど。え、なになに、怖い怖い怖い。魂の叫びが聞こえる。ほい、もう一回。ほい、一撃だったからね、さっき。そうだね。危ない。終わり。じゃい、オッケー。さっきは良くなってくれたな。ちゃんと回収して、ここ2回行けんの。あ、行けないね、崩れてる。じゃあ正面か。オープン。あー、こっちが上、こっちがじゃあアイテム。
アイテムだ。調べる。よーし、元忠さんを救いに行くぞ。鳥居元忠さんを。あ、もうこれボスでしょ。あんたも運がないね。恨みはないが、死んでも。やべ、かっこいい。そしてウィリアムの鎧兜がちょっとダサいのでバレてしまった。うわっ、強っ。うわなんでそれ。いや強いぞ、一発精神だぞ。危ない。ほい、水をかぶってちゃんとで攻撃していく感じ。爆弾には気をつけないとね。おお、なんだなんだ、ワープする。痛い、これが危ないね。え、痛い。やばいやばい。あ、痛い。ちょっと待って。連続攻撃がすごい。よけて。よし、いいよ。炎に押し込みたいね。突撃か。待って。孫一さんが水をまとってしまった。ふい。いいよ。いい炎。あ、やべ。普通に殴ってきた。回復。接続結果。ちょっと待って。やばいよ。今つかみっぽいね、攻撃。うわ。回復がなくなる。うわ、待って。なんか、すごい。ほい。あ、避けられた。あ、いって。あ、待って、やばい、危ない。よし、押し込め、炎に押し込め。ほいほい、続けか。よし、炎ダメージが効いてる。押し込め、炎に押し込め。あ、いや待って、守護霊、ふう、守護霊技じゃ。お、落ちた。いいよ、決める。ほら、オッケー。かっこいいよね、この炎まとめの。よし、孫一さん、話を聞かせてもらう。あ、聞けなかった。次へ進む。やるね。This castle will fall. Run while you can. 何を言っておる。とうに覚悟は決めておる。侍は城を枕に討ち死にするのみ。What are you waiting for? お主は感動より逃げい。わしの道連れはお主ではない。こやつ
つらとあやかしどもじゃ。早く行かんか。おつくに人の争いはお主が肩をつけ、殿の手を煩わせる伝来は。最後の夜、殿とは今生の別れになることは分かっておったが、幼き頃より今川武田という下にも恐ろしき者たちと共に戦った間柄、今更言葉など入り申さぬ。殿が太平の世ちょうどより見守らん。抜け目のない三成もこれほどまで伏見に手を焼くとは認めなかった読めなかったはず。鳥居殿が命を落としたおかげで石田勢は進軍が大きく遅れておる。次の戦有利に進められよう。おそらくは家康様も鳥居殿の覚悟を知っておったのであろう。ああ鳥居さんが覚悟を決めて、あやかし殿と道連れになってしまったわけですが、行ってしまったわけですけど、いや鳥居さんの不死鳥はスズメみたいな感じかなと思ったらね、スザクだったんだね。かっこよい、かっこよすぎる。ちょっと修行ミッションいろいろ出たんだけど、まあ、まだ解放ねされてないからできないんですけど、たまったらねやりたいと思います。まあ、次回は関ヶ原ということでね、とうとう関ヶ原ですよ。石田勢と戦うことに、大きな戦になりそうですね。いや鳥居さんちょっと寂しいな。今回こんな感じで、また次回ご視聴ありがとうございました。マスター、次の動画ホットで頼むよ。サイフォン式で抽出しますので少々時間をいただきますよ。ああ頼む。